吉田8試合連続マルチ安打、イチローの7試合連続を更新中、アラエス380、イチローの21世紀最高打率372更新中、 MVP1回、大谷翔平が今季2回目の MVP 濃厚、 AS 最多得票1回、大谷翔平に並ばれる。悲しい、吉田未満ってことか、こいつは諸米は教えに行った智弁和歌山負けててくさ、由美子はまだ一郎のものだから。一郎と吉田ってそれぞれ言及したことある。アラエスはさすがに落ちてきたか、262安打は絶対抜かれないから一生安泰よ。10年連続200安打、アルトゥーベに破られそう。370打ってた時すら今の吉田ただしなおに OPS でボロ負けしてるのがやばい。どんだけ内野安打で傘増ししてんだこいつ。10年連続ゴールドグラブは今まで独り占めしてたのがやばすぎるわ。要は一人で3人分の伝説持ってたってことじゃん。最多安打打った年ですらチーム内でめちゃくちゃ孤立してたって聞いて悲しくなったわ。ええことやろ、262を超えられそうならワイも穏やかじゃないけど、イチローはオールスター3年連続最多得票だろ。てか大谷アクーニャに負けたから最多じゃないし、まだレースで1あると MVP があるだろ。10年連続200安打やってから言う。このチャンネルでは野球の速報や面白いネタを配信しています。チャンネル登録よろしくお願いします。